はい、今日は三坂のパーキングで寝てました。今日はここで朝食に豚汁定食食べました。美味しかったです。はい、それでは、アフレコでお届けします。今回は三坂のパーキング、これは名古屋方面行きですね。名古屋方面行きの三坂のパーキングで朝豚汁定食を頼みました。豚汁、これちょっと具がもうなんかすごい、なんかキノコとか人参とか豚とか豚肉とかもうもりもり入ってて、もう最後まで具沢山で、もうこの豚汁は多分パーキング最強かなと思ったぐらい、はい、具がたくさんです。はい、で